はいどうも、カパン町、アルパカ系 YouTuber カパです。はいどうも、コチャン町、アルパカ系 YouTuber コチャです。二人合わせてカパズチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今回は買ったもの紹介動画 in 2021年9月10月でーす。お買い物報告動画ね、定期的にやるよねこれ。個人的にはシリーズ化となっています。どこに需要があるのやら。私の備忘録となっています。最近記憶力落ちてきたから。では早速本編行きましょう。それではどうぞ。はい、まず最初に紹介するのはこちら、AirPods Pro。 AirPods Pro、 何これ、いきなりブランドもの、高級品じゃん。いきなりクライマックスだぜ。俺、参上。最初に一番の目玉商品を持ってきました。もうこれが今回の一番の買い物でまともなものです。おいバカネタバレやめろ。そしてその流れでお次は、もう次行っちゃうの、こちら、AirPods。 AirPods、 どや、どうして二つもあるのさ。そりゃ欲しかったからに決まってんでしょうが、欲望に忠実なのもどうかと思うよ。でもあれ、これ同じもの。AirPods Pro と AirPods だから違うものですね。プロかそうじゃないかってことね。それぞれプロが第1世代、無印が第2世代のものです。いつ発売されたものなの？プロが2019年10月30日、無印が2019年3月20日。しかも結構新しい。さてではみんなが気になっているであろうお値段の方行っちゃいましょう。頼むぜ。新品価格は Apple 公式サイトにて、AirPods Pro、3万580円、AirPods、16800円。やっぱ高えー。でも、購入価格は、AirPods Pro、10000円、AirPods、4000円、安い。買ったのはもちろん、ハードオフ。ですよねー。ですです。こちら、ハードオフでそれぞれ赤札の中古で購入しました。あ、ジャンクじゃないんだ。一緒に売られていたので一緒に買っちゃいました。まあ確かに、これだけ安かったらまとめて買っちゃうのも無理はない。でしょう。私今とっても幸せだよ。ただ喜んでるところ悪いんだけどさ。イヤホン、一つでいいんじゃないの。ぬぬぬ、実質プロは上位互換なんだからそれだけでいいでしょ。いや、それがそうでもないんですよ。というと、こっちの AirPods の方は、はいどん。これは、なんと、嫁の誕生日プレゼントになりました。うおーおーめでとうー。で、このメッセージカードは、嫁がうずい天元が好きって言うから書きました。鬼滅の刃だね。イラスト効果もあってか嫁さん喜んでくれました。まったくリア充末永く爆発しろ。ということで両方しっかり稼働中でございます。また使ってみての感想なんかも余裕があれば出したいなーなんて思ってもみたり。発売から日にち経っているから需要は少ないぞ気をつけろ。よもやよもやだ。派手派手だ。ということで AirPods と AirPods Pro でした。いきなりがっつり話しちゃったね。じゃあここからペースアップしていくぜ。おなしゃす。では、お次はこちら。さらにこれと、もう一枚。どんどん多いわ。で、これはデスクトップパソコン用メモリー。どこで買ったかはハードオフのジャンク品。お値段は1枚100円。さすがハードオフ。上の2枚が DDR2 の 2GB、 下のが DDR3 の 4GB。 あれ、 DDR2 なら前に動画で出したコアニクアドパソコンに使えるんじゃないだと思いまして買いました。試す価値ありだね。果たしてこのジャンクは当たりか外れか。しかし最近 DDR5 が出たというのに今さら DDR2 屋さんとは時代に逆行してる感が半端ないね。また脚光を浴びる日が来ることを願ってます。では次、お次はこちら、ユーグリーン 3.5mm ステレオミニプラグプニ RCA。 これはいわゆる変換ケーブルですね。どう使うの？イヤホンジャックとスピーカーをつなげればいいだけです。お値段は Amazon での新品価格は780円、購入価格はジャンクで300円、半額くらいか。いいでしょ。でもこの端子に対応してるスピーカー持ってるの？それはまた出会いがあった時に。でも持ってないのに買ったバカがいます。いいじゃんか。いつその時が来るかもわからんし、興味本位で衝動買いしてもいいじゃんか。まあ破産しない程度にしなよ。後悔はしてない。では次行こうか。はい、お次はこれと、これ2つ来たよ。 USB 延長ケーブル 2m が2本、 Amazon での新品価格は2本セットで1755円、そして購入価格は2本で400円。すごい安くなってんじゃん。使い方に関しては薄刃を延長させる、それだけの機能だから説明不要。でもどうして買ったの？いずれ必要になる日が来るかもと思いまして。そういう細かいのが積み重なって気づいた時には大変なことになってるんだぞ。自覚はある。自信を持って言うことではないのは確か。だってだってこういうケーブル類好きなんやもん。あ、わかったわかった。共感してくれる方コメントして肩を擁護してください。弁護してくれる人がいるといいね。では次、これはアッケイタワー型電源タップ。ん、ちょっと待って、メーカーもう一回言って。アッケイだけどアンカーじゃないんだ。初めて聞くんだけど。私も初めて。しかもググっても商品全然出てこないのね。これねえ、これ大丈夫？かろうじてオークションサイトでに3個同じものを見つけたくらい。怪しいぞこれ。まあ同じようなのが他にいくつも出てるから大丈夫だろうと思い購入しました。どうなっても知らんぞ。ちなみにこんなタワー型電源タップの新品価格は3000円くらい。で、これはジャンクで800円でした。お得。コンセントが6個、薄刃ポートが4個備わってました。これでプラグ足りない問題とはおさらばだね。あと他にも電源ケーブル買ったんだった。あ、ボタン付きが800円、もう一つが500円でした。電源タップ買いすぎでは。それがタップって意外と使っちゃうじゃないですか。ガジェットが増えて気づいたら穴が足りないみたいな。あ、あるかも。穴があったら入れずにはいられないのです。ボケツ入ってろ。吸血鬼すぐ死ぬ。今季好きなアニメ。そうそう、電源タップの使い方でもう一つ、このコードを引っ張れば、うお、出てきた。本体が回ってケーブルが出てきます。で、収納するときは本体を回してコードを巻き取ります。意外とアナログな出し入れ方法。故障が少なそうでいいんじゃない。まあそうとも言うか。では次、 J、 へいへい。はい、お次はこちら、
初音ミクダラポーチ。何これかわいい。セリアで見つけたと嫁が買ってきてくれました。ってことはこれ100円、それぞれ100円ですね。いいじゃん。まあ、クオリティに関してはお察しですが、でもデザインはかなり秀逸だと思います。このロゴがまたかわいいんだ。今ではこの大きいポーチはスイッチのプロコン入れになっています。嫁グッジョブ。最高です。ということで次、こちら、緊張のサッサ。サササササ、何これ。網戸やガラスをきれいにするお掃除道具ですね。100円でした。では次、もう次行っちゃうの。お次はこれ、3層透明シート。またよくわからんものを。これはキッチンなんかの壁に貼り付けておくことで汚れを防いでくれるものですね。汚れ防止シートってことね。価格は100円。では次、急にトントン拍子。はい、お次はこちら、布団圧縮袋。もうジャンルバラバラすぎない。価格は200円。この家事用品シリーズは何なのさ。もう少しで引っ越しますゆえ。そうなの。だからお次も、まさか、こちら、ニトムズのふんばるくんか。1、2、3、4つ。だから多いんだよー。ちなみにこれ近くのホームセンターでは1個880円で売られていました。意外とする。4個新品で揃えようものなら3520円かかります。うわ、家計に響くわ。だけれどもなんと今回のは1個当たり200円。4個買っても800円ですよ。奥さん、じゃあお得。って買いすぎなのは変わりねえから。てへぺろ。でもさっき言ってた、引っ越すって何さ。いや、ちょうど時期が来てね、家具家電を移動させるからついでに色々揃えちゃおうと思って、それで普段買わないものを買っているんだと。そういうこと。事前に時間をかけて安いものを見つけようって魂胆です。そういうの嫌いじゃないよ。いいものたくさん見つかるといいね。うっす。あ、せっかくなのでフンバル君の中身は、こんな固めの樹脂っぽいものが丸まって入れられていました。これを棚の下にかませて壁に寄りかかるようにするわけだ。うちは棚も多いし地震も多いからね。用心するに越したことはないね。では、次行きましょう。お次はこちら。これは、オタクに恋は難しい。急に漫画になるとかついてけませんよ、カパさんと。その公式画集まで、最終巻発売記念ということでどっちも買っちゃいました。面白いから仕方がない。どちらもアニメイトで新刊購入。ケチにも買わせるこの面白さ。恐るべし。男性でも女性でも間違いなくおすすめの作品。先生ありがとうございました。そしてお次はこちら。SE うるせえ。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。まとめセット。今度はラノベ会。はい、俺がいるです。これも有名な作品だよね。アニメ化もし、ゲームにもなった名作でございますって。こちら21冊まとめ売りで2100円。1冊当たり100円。ブックオフで買いました。衝動買い。イエスマイロード。どうしようもねえな。でもあれ、この作品もう持ってなかった。持ってました。持ってたのに買ったの。バカなの。カパなの。それがね、前に持ってたのは自炊しちゃいましてね。自炊とは一体、書籍を電子化するってことね。それを自炊と呼ぶのねって。自炊したはいいものの、私やっぱり本は紙媒体の方が良くてって。結局買い直したと。そういうことバカやん、カパやん、アレンジしないで。でも、最終巻やアンソロジーは持ってなかったから全部が無駄というわけじゃないよ。おかげさまで所有欲も満たせました。それで満足ならいいけれども、原作面白いからみんな読んで、次行くか。シャス、はい、お次はこちら。だから SE うるせえんだって。重い、長い、デートはライブまとめセット。またラノベか。こちら29巻セットで、2420円、1冊100円以下。羅針盤で売ってるのを見つけちゃって、気がついたら持ち帰ってました。君は買うときにもっと理性を使った方がいいぞ。これに関しては前に1巻だけ読んだことがあって、もともと持ってなかったから単純に読みたいがために買いました。結構最近完結したみたいだからね。よかったね。積読が増えるよ。次ラノベは読書家の大罪の一つ。早く消化するんだ。最後は、こちら。場所変わった。いやー、イエーイ。はいどうも。カパン長。変態が、変質者1名応援願います。アルパカ系 YouTuber ガチャピンです。思いっきり怒られろ。ということで最後はこの、ガチャピン着ぐるみです。動きがやだ。なんで妙にノリノリなの。こちらセカンドストリートで購入しました。価格はなんと330円。うわん怖いよママ。Amazon で似たようなのの新品価格は9800円です。やった。聞くんなー。はいどうも。って見えてねえからカメラが全然把握できてねえじゃねえか。なんでこれ買ったの。安かったからっていうのが一番だけど、あのガチャピンだよ。着るしかないじゃん。あなたという存在がわからなくなってきたよ。それにこれフリース素材だからめちゃくちゃ暖かいんですよ。これからの季節にぴったりって、パジャマになってます。家の中にこんなの至らなくは。欠点はトイレが大変。漏らせ。夜中にこれ見たら発狂するわ。でね、これちょっと面白い使い方ができてね。もう十分異常だよ。編集さん、お願いします。は。うやー、こんなこともできるんだぜ。昔天気予報で起きた放送事故じゃねえか。クロマキー合成がはかどるはかどる。指定した色の部分だけ透明にするって編集のことね。あー、気持ちいいのー。やっぱすがすがしいくらいに変態だわ、と。いうことで、これにて買ったもの紹介は終わりです。あーもうどこに突っ込めばいいのー。ぜひこのプリティなお尻に、どぎついの一本言ってやるわー。どや？はい、いかがだったでしょうか。最後の以外は良かったと思うよ。じゃあもっと良さを知ってもらうために頑張っちゃうぞ。もうやめてといったところで今回の動画は終了となります。また不定期に買ったもの紹介していくつもりだから、これに懲りずに付き合ってやってください。以上、この動画はアルパカ系 YouTuber カパとアルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパン長。